2023-24 B リーグカップグループステージ第5節グループ B 大宮アルディージャベントス対 AC 長野パルセイロレディースの一戦です。まずは7分大宮の先制シーンです。坂口が起点になって、ここは井上からのパス、最後は船木でした。飛び込んでいきました。この早い時間帯のゴールで大宮が流れをつかみました。そして28分、これは長野のコーナーキックのシーンです。ヘディングシュートを放ったのは岩下くるみ、ただゴール前です。鮫島彩がしっかりとカバーをしていました。33分、大宮です。鮫島が左サイドをドリブルで切り裂いていきました。そしてこのクロス、梅村が弾いたところに詰めていたのは杉澤美星、サイドだったんですけれども、この試合何度もゴール前まで詰めていました杉澤。そして後半です。47分、大宮、このクリアボール前で奪った乗松瑠華、自分でシュートを放ちました。これがポスト、スタンドを沸かせました。そして74分、長野のシーン、奥津のクロス、最後飛び込んだの菊池、そしてこのボール、最後は鈴木がシュートを放ったんですけれども、前の混戦、ただ最後は望月のファインセーブでした。そして78分、大宮、さあこのホットラインです。井上、最後井上のシュートはこれはポストでした。2023-24 B リーグカップグループステージ第5節グループ B 大宮アルディージャベントス対 AC 長野パルセイロレディースの一戦。さあここでタイムアップの笛が鳴りました。1対0で大宮が勝利を収めています。